どのようなレースになるでしょうか。さあ、各選手グリッドの方にはしっかりと助けておりますね。チャンピオン争いが決まるという形となっておりまして、まあ、野沢が現在トップ、佐久間2番手、3番手に飛びたというようなランキングですが、まあ、ポイント差はほぼないような状況となりますので、まあ、ほぼほぼこの3人が勝てば、まあ、優勝は決定という形になるんですよね。さあ、次はスタートになりました。飛びたがまずはインガワ、さあ、これ、先ほど同じような形で守っていく。そして野沢が行きますが、さあ、ここは斎藤すかさずインを狙う。おっと、野沢飛んでった。あー、チャンピオン争い、野沢。さあ、ここはちょっと厳しいスタートになっていく。さあ、いや、ここは粘った。さあ、ここは粘っていく野沢。今日は勢いが違う。さあ、これはなかなかいい勢いが走っている。さあ、そして1周目、斎藤祐一も仕掛けていくが、さあ、これは悠々と調整を取っていくのは飛田ヒロ。さあ、飛び田、おっと、最終ちょっと飛び込んだのは斎藤だったが、さあ、これは競っていく。さあ、1コーナーまで競って、さあ、フェドーっと、チャンピオン争い、これでまさかの。さあ、これは飛び田が脱落だ。さあ、今日はトップをずっと走っていた飛び田。さあ、この間にさあ、斎藤祐一、そして野沢。さあ、前に出ました。さあ、今日は非常に調子のいい野沢。さあ、この野沢優勝を飾れば文句なしのチャンピオンという形にはなりますね。さあ、現在ランキングトップ野沢、現在トップを走行中。さあ、後ろからはさあ、これはパックマンもやってきている。おっと、ここで順位が入れ替わるがどうか。さあ、激しいチャンピオン争い。パックマンがここに手が追ってギリ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 。さあ、魚前田も突っ込んできた。これは激しい若手の戦い。さあ、これは少し落ち着きましたが、さあ、まだまだちょっと、さあ、この若手のさあバトル続いていくでしょうか。さあ、ちょっとこれで野沢少し楽にはなるかならないか。いや、これでカスマがちょっとペースよさそうだな。さあ、ここも結構ワンツーですかね。このポジション争いは重要です。斎藤祐一は現在ポイントランキング6位ですので、優勝したとしても届かないですね。おーっと、まさかのランキングワンツー、1コーナーですって。ランキングワンツーがまさかの。さあ、これはピンな接触、たくまとして野沢。さあ、これは非常にちょっとチャンピオン争いがわけわかんなくなってきたぞ。さあ、どうなっていくんだ。振り返りますと、前田が今ランキング4位で、今現在前田は2番手。お、これは前田正宏がこのままいくと、もしかしたらチャンピオンあるのか。ただ有効ポイントを考えるとはちょっとどうなるかわかんないので、ちょっと計算してみないとちょっとわからないですね、これは。さあ、そんな状況ではありますけども、さ
非常に荒れる展開となりました。さあこの山へ出て、さあ深しながらこの野沢そして佐久間、さあ2人とも復帰はしておりまして、ポイントを取れる圏内にいるのは野沢っていうところにもなりますので、さあ野沢まだ頑張れば、さあチャンピオンの可能性は当然ある残ってるんじゃないか。これはさあ野沢も諦めずに、さあ行っていただきたい。さあそして3番手には女性であれば中村真央ですね。中村真央が3番手、非常に今日はいいですよね、ずっと走っていただくに。さあしっかりと順位もついてきているのかなって感じがあります。さあここで野沢が4番手、海のパス、さあこれで野沢が4番手の移動ですね。あおっと、野沢がさこれで4番手ということで、さあ果たしてランキングチャンピオン争いがどうなるのか。ただ各選手よく見るとノーポイントが10点ずつあるので、このまま勝ったポイントでっていう感じ大丈夫だと思うんですよね。さあこのまま行けば、誰が優勝なのか、さあ非常にちょっと難しいところではあります。はい、回数は7周、さあ佐久間がここでポジションをちょっと上げてきましたか。さあ神山大場鉄器6番手の佐久間が浮上いたしました。さあそしてそのまま海野も、さあ佐久間に食われるか。さあ佐久間勢いがさ戻ってきている。さあトップは斉藤雄一変わらず、そして前田正宏、さあそして中村真央3番手、もうほぼ等間隔って形になりますので、レースはこのままの順位でほぼ、まあ、決着がつくんではないのかなというところではありますね。さあ1台5コーナー立ち上がりでタッチをしております。ゼッケン22番マスグッチですね。さあ今日はこのね、アマゼ、マスグッチ、海野とね、エントリーをいただいておりまして、マスグッチは今日ね、初参戦というところで、海野くんに勝つ、海野くんに勝つってね、さあ書いてありまして、今日はちょっと海野くんに勝てなかったですけど、ぜひとも次のレースで頑張ってください。この海の人はマスグッチに勝つ、マスグッチに勝つと、これがプロフィールシートね、いただいておりますので、非常にライバル関係のさ、同じチームでありますけどね。海の選手は現在6番手ですね、非常にいい位置を走行しております。さあ、残り9回数は3周。
の行方はちょっとレースが終了してから決着がつくのかなっていうところですね。本当にもう表彰台で、発表という形になるかとは思いますね。さあ、非常に荒れたレースではあります。チャンピオン争い、さあ、ドリームラッシュのスタートも取れてきておりますが、さあ、いよいよさあ、ヤマハ HS クラスファイナルラップ、ファイナルラップに入ります。トップは斉藤雄一、さあ、チャンピオン争いをしていた飛田は残念ながら現在8番手を走行中というところ。さあ、2番手にはさあ、このチャンピオン争い前田と斉藤雄一もね、チャンピオン争い食い込め、斉藤はそうですね、ちょっと食い込めないんですよね、これはね、言うとしても飛ばないという形になりますが、さあ、とりあえずまずはさあ、この山内です。決勝ヒート最初から回ってきました。見事優勝を飾りましたのは斉藤雄一、見事見事なトップセッターとなりました。さあ、2番手には前田正宏、3番手には中村真央が入りました。ね、入りました。さあ、3番手には中村真央、4番手には惜しくも野沢優斗、5番手には勝間春樹、6番手には海野、粘りました。さあ、海野。さあ、神山、7番、飛田、8番、湯田が、これで9番、今、トッカーですね。